そこの君、いい体をしているね。偶然だね。じっと人混みを見つめてたみたいだけど、一体何してたのかな。あ、そうなんだ。ちょうどいいわね。実は私も退屈してたんだ。ねえねえ、二人でどこかに遊びに行こうよ。うん、いいでしょ。本当に？よかった。それじゃあどこ行こっか。せっかくだし、どこか面白そうなところがいいな。うん、君おすすめの場所でね。うんうん、遊園地。わお、いいわね。すっごく面白そう。最近行ってないしね。よし、それじゃあレッツゴー。到着。さーて、楽しむわよ。そうね、カップルが目立つわね。私たちもカップルに見えてたりして。そうだったんだ。それじゃあ早速何か乗ろうかね。それじゃあ最初は観覧車とかどうかな。あ、いや、ダメかな。じゃああそこの落下傘みたいなやつは。もう、あれもダメ、これもダメ。意地悪さんなの？それじゃあ君が決めていいわよ。決めた？ねえ。わお、自信満々ね。どれ？ここなの？ダメなんかじゃないわよ。ただ、その、何よ。行けばいいんでしょ？無理なことなんかないもん。なるほど、言われてみればそうね。もちろん大丈夫よ。床が。もう、なんで柔らかくしてるの？おう、なるほど。何？それはさすがの私でもわかるわよ。そうじゃなくって。もう、驚かせないでよ。何なの？
大丈夫だけど、なんか違和感が。どうしたの？ここよ、ここ。あれ？君すっごく背が伸びてない？もう何言ってるの？そんなことあるわけ。あ、手が。どうもそうみたいね。まあ、出口に行けばきっと元に戻るでしょ。まあ、その時はその時で。四本足で走るのも悪くないわね。他にもできるかな。よっと。意外といけるものね。わお、褒められた？なんか向こうからいい匂いがするわ。行くわよ。人間の時には分からなかったけど、今ははっきりと感じるの。よーし、行くわよ。ワンワン。待てないワン。そんなことじゃ折れないワン。罠よ。罠に引っかかってしまったの。この紐が絡まって動けなくなる罠なの。早く助けて。違うの。こういう罠なの。エジプトではよくあることなの。ん？あ、それよりも。お願いだから早く助けて。紐が食い込んできついの。助かったわ。ありがとう。ん？どうかしたの？感じたいい匂いには近づいているわね。どうしたの？あ、本当だ。ドーベルマンもかっこよくていいわね。ワンちゃんになって改めて見るとすごくハンサムに見えるの。素敵だな。はーい。そうね。あ、ちょっと待って。私のこと下ろして。
私が一生懸命吠えたら、ここを掘ってくれないと。ここ掘れ、ワンワン、でしょ？ここからすっごくいい匂いがするの。あ、押してみようか。あ、壁が開いていくよ。うんうん、行ってみようか。ようやく出られた。ん？あ、元に戻っちゃったみたいね。もう少しワンちゃんでの生活を味わってみたかったな。うーん、一人じゃ辛そうだけど、優しいご主人様が一緒だったしね。ワンワン、ご主人様、お腹が空いたわ。それじゃあ、とりあえず何か食べて、もう少し遊ぼっか、ね。